皆さんこんばんは、まなみです。今日はコスメの整理整頓をしていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、こんな感じで、まあちょっとこれ今映ってるのは一部なんですけども、コスメがあるのでちょっと使わないものは整理整頓したいと思います。なんていうと全然整理整頓してなくてこんなんなんですけど、これが、あ、そう、ハイライトなんだけど、これ最近使ってないな。これでもどん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 ね、整理しないとダメだもんね。じゃ、これ、こっち。シャドウね、この単色結構多くて、ここに入れてるんですけど、ここはね、全部ジルゾーンなんですよ。ケースに入れて、全部入れてます。でね、これ絶対でもね、使ってない色あるんだけど、どうかな。これもちょっと一回指にピッて取って使ってないから、これ待って、これ結構時間かかるかもしれない。さっさっさっとやんないと。ここは結構あのデパコスを入れてることが多いですね。で、まあここがシュー上村ゾーンなんだけど、まあ、あとは特に決まってない。まあちょっと下の方にイヴ・サンローランがバーって溜まってる。まあ結構使ってないのもあるんですけど、あ、そうそう、これがね、こういったピンクのカラーなんですけど、これちょっと欠けちゃったの。まあこれ使ってないのでこっちでとこう。そう、あとね、これさ、沖縄の免税店でなんか3本セットになってるやつで買ったんだけど、これだけね、ちょっと使ってないので、これも、こっち行きかな。あの、妊娠中に結構暇で、整理整頓はしてたので、まあ、ここのエリアはそんなにないかな。でね、ここもリップとか、なんかそう、アイシャドウとかのゾーンなんだけど、そう、これさ、ロフトかな。で買ったんだけど一回も使ってないんだよね、このラメアイシャドウなんだけど、これはちょっと、ここのエリアは結構背が高いリップが多くて、まあ、プチプラが多いですね。たまにディオールがあったりとかするんですけど、まあ、背が高いものを基本的には置いてます。で、ここはスキンケアとかが入ってるんですけど、まあ、前も紹介したからあれだけど、あ、私の好きなこのアベンヌね、これはなんていうの、シュッてやるだけでできるから好きでよく買ってます。で、これあの今使ってるものがあって、ちょっとこれ使ってないので、これもこっちかな。で、ここがファンデーションとか下地とかが入ってて、もうなんかパカって入れちゃってるんで、すごいことになっちゃってるんですけど、これこの一番上にあるこれね、色味間違えて購入しちゃったので、これ新品なんだけど、こっちに入れよう。で、この辺ね、パウダーも入ってます。そう、パウダーもこっちに入れちゃってることが多いかな。うん、一軍コスメはまた違う方にあるから、これはなんか二軍コスメに入っちゃってるんだけど、まあ、これはお化粧直しとかするやつで、あ、これさ、私イヴ・サンローランの福袋で買ったんだけど、やっぱね、色が暗くて私にはちょっと合わなかったから、こっちが福袋だったから色がねちょっと選べなくて残念。でこれ前にさ、あの私には使いこなせなかったコスメみたいなので出したと思うんですけど、使いこなせなくて、多分眉毛がね薄い方とかはね、これで描くとすごくいいんだろうけど、これしっかりマスカラ、アイブロウマスカラもついてて筆もついてるってやつだから、すごいね、機能的にはいいかなと思ったんだけど、私にはちょっとあれだったから、こちらです。で、ここのゾーンはアイシャドウだったりチークだったり、まあ、ハイライトだったりっていう、まあ、いろいろ入ってるんですけど、この辺にあるやつがねちょっと使ってないやつだから、この辺はバババッと整理しちゃおうかな。これと、これもね有名なエチュセのやつなんですけど、これも使ってないから出す。で、これケイトのこのなんかライナーかな、これ
パープルが欲しかったんだけど、最初間違えてグリーン買っちゃったから、これも使ってないですよね。ここに、ここほんと最近ぐちゃぐちゃになってきちゃったから、また整理しないとダメですね。すごい汚い、もういろいろありすぎてわけわかんない感じになっちゃってるよ。ほんとさ、一回綺麗にするんだけどさ、もうだって見て、ここにさ、こういうの出てきちゃうもんね。まあ、あとここら辺は本当にやばいね。最近綺麗にしてないから、アイシャドウが本当はこっちなんだけど、こっちにいるしやばい。これはね、またお湯を綺麗にしていきたいと思います。はい、ということで、こちらの使わなくなったコスメだったり、まあ、ボディケアだったりどうするのかと言いますと、皆さんご存知のメルカリに出品していきたいと思います。でね、私はね、出品するときにこういったあの台を使って出品しますね。これを下に引いて、ここに置いて写真を撮るっていう感じで、こんな風にね、バーコード機能もちゃんとついているので、こんな風に打ち込まなくても出てきます。すごい便利な機能だなって思います。めっちゃ楽でしょ。で、使用状況、まあこれは新品なので、こんな感じで新品を押します。購入時期とかは本当自分が購入した時期を書けばいいだけなので、去年の夏頃で、残量っていうのは、これは新品未使用だから、新品未使用、こんな感じでいいかな。で、配送の方法を選んで、そして発送元の地域も選びます。こちらは東京。で、あとは販売価格を、打ち込むっていう感じなんですけど、本当自分の売りたいお値段で出すっていう感じですね。これすごいのがさ、売れやすい価格とかも書いてあるから、760円から1300円とか。だから自分がちょっと、このコスメどれぐらいで売ったらいいかわからないなっていう時とかは、これちょっと参考にした方がいいのかなと思います。で、これを出品すると、まあ、こういった使用済みのものだったりっていうのは、まあ潔癖症の人とかは、まあ、あれなのかもしれないですけど、私がメルカリを使用するときは、ちょっと気になるコスメがあって、いきなり高いお金をバンって出して買うのが怖いなっていう時とかに、その使用済みのコスメを買ったりだとか、あとは結構コスメにありがちなんですけど、限定品とかっていうのは、まあなかなかね、手に入らないじゃないですか。だけど、こうメルカリで検索すると売ってることが結構あるので、そういった時にも利用しています。でですね、今24時間チャレンジっていうキャンペーンが開催されています。この期間中に出品した商品が24時間以内に売れたら、抽選で最大500ポイント当たるっていうのと、そしてさらになんですけども、期間中の24時間以内の出品売却金額の合計が1万円を超えた場合、1万ポイントも当たるキャンペーンも開催されています。で、このポイントが結構大事で、自分が何かお買い物したいなって思った時に、このポイントがあると値引きされるので、すっごくお得感があります。じゃあ今出品したこのコスメたち、24時間後どれぐらい売れたのかを見ていきたいと思います。それではまた明日。はい、ということで、実際どれぐらい売れたのか見てみたいと思います。お、すごいえ、すごい売れてるじゃんめっちゃ売れてる。おー、私は13点出品したんですけど、今のところ9点売れました。いいねも結構されてるので、気になってくれてる方が結構いるのかなっていう感じがします。うん。で、コスメとかっていうのは結構小さいので、封筒で送れるので、包装もすごく簡単にできますし、ゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便は匿名で配送ができて安く済むので、すごくいいなと思います。メルカリはコスメだけじゃなくて、洋服だったりとか、まあ CD だったりとか、本当にいろんなものが出品できます。まあこの季節になると春ということで、衣替えとかもする季節かなと思うので、自分がいらないなと思ったものも誰かにとってはすごく必要なものかもしれないので、もう本当にメルカリは写真撮って簡単操作で出品できるので、ぜひ利用してみてください。そして先ほども言ったんですけども、24時間チャレンジの詳細はこちらの下の概要欄からチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。